静岡市の安倍川に架かる安倍川橋の建設100周年を記念した展示会が静岡市歴史博物館で開かれています。安倍川橋は7月23日で建設から100年を迎え、先月には国の登録有形文化財となりました。展示会では当時の最新技術を駆使した美しい構造や建設の背景やまつわるストーリーなど歴史を振り返りながら安倍川橋の魅力が紹介されています。安倍川橋はすべて輸入鋼材を使用した全国でも珍しい橋で、鋼材の一部も展示されています。安倍川橋は静岡市民の皆さんにとっては非常に身近な存在だと思いますが、そういった橋が100年経ってもまだ現役で、働いていると、そういう身近な、ものについて少し改めて、知っていただきたい。展示会は24日までです。